フランドールコーポレーション。高速道路を降りて、ナビ通りに車を進めていく。緊張からか、私は何も話す気になれず、田中くんと湯川さんも、途中から黙って喋らなくなっていた。今回は研究所に勤める、一等級以上の払いや家計3人と、神社の実感主である一人を集めるという、異例の対策となる。仕事内容も含め、緊張しないという方がおかしいのかもしれない。この川っすね。外は自然豊かな景色が広がり、そんなのどかな景色は、私の気持ちを少し軽くさせてくれる。しばらく車を進めていくと、次第にうちの大型車両が見えてきました。私は窓から顔を出し、3人に向かって手を振った。サオリン、エリちゃん、チヨちゃん、お待たせー。少しでも不安を悟られないよう、明るく振る舞うことにする。そうでもしなければ、川から漏れ出る強力な呪いに落ちてしまいそうだった。近づくにつれ、この呪いは想定したよりも強い可能性があることを悟る。しかし私も払いや家計の女として、臆してはいられない。お待たせしました。先輩方の準備が長くって。刑事くん、それ何嫌味？湯川さんと田中くんは冗談を言って笑っていたけれど、いよいよ私にはそんな余裕がなくなっていた。どえらいことになったね。神様のお払いなんて、うちのご先祖様だってしたことないよきっと。このまま水神様を放置すれば悪いものになりかねない。もともと人についていたものを吸収したのだから、我々人間が何とかしなくては。さすが、大島のアホとは大違いだね。とにかく私たち頑張ってみるよ。沙織ちゃんが一番間近でそれに対峙しているわけで、それでもこの気迫を持って臨めるのには、正直頭が下がる。こういう存在にマイナスな思考を持って接すれば、取り入る隙を与えてしまうため、私も彼女を見習い気合を入れ直すことにした。それからすぐに準備は整い、エリちゃんが祝詞を唱え始める。うめき声と共に現れた大蛇は、黒くよどみ、神聖なものとは思えない状態でした。血に根付きし川の神よ、この者に一切の汚れよどみを吐き出したまえ。水神はうなり、それから真っ黒な液体を吐き出す。エリちゃんが急いで祭壇から離れ、黒い液体はサオリちゃんにまとわりついていく。みんな、準備はいい？私が叫ぶと、おのおのが了解の合図を返してくれる。すかさず田中くんが護兵を振り乗りと唱え、神聖な力に黒い液体はうねり始める。しかしそれと同時に、液体が人の腕に形を変え、それが何本も形成されると、サオリちゃんの結界を破壊しようと動き始めた。湯川さん、そっちお願い。私の声を聞くなり、湯川さんが清められた手で、思いっきり沙織ちゃんの右肩を叩く。私も彼女に続き、左肩を思い切り叩いた。しかし液体は全く動じることはない。それどころか、私と湯川さんの腕を掴んで離さず、身動きが取れなくなってしまった。天より現れし火の神の力を持って、悪しき汚れを焼き払えたまえ。田中くんが護兵を私たちの腕に当てる。すると黒い腕は、熱いものを触ったような反応を見せ、私たちの腕を離した。さらに二人で追撃の平手打ちを食らわせると、液体は激しくうねり嫌がっている。天より現れし火の神の力を持って、この者の体を清めたまえ。その言葉と同時に、護兵の先が弾け飛んだ。それを目の当たりにした田中くんはひるみ、その隙に黒い腕は田中くんの右足と右腕を掴んだ。うわぁ、まずい。焦った田中くんは体勢を崩して転んでしまった。これでもかぶってろ。その時エリちゃんが、用意していた聖水の入ったバケツを、サオリちゃんの頭上でひっくり返し、聖水は黒い液体を包み込む。地鳴りのような声を発し、黒い液体は一層もだえる。今しかないと、私は体重物用のお札と共に背中を思いっきり叩いた。悪しき呪詛よ、元の地へと帰りたまえ。湯川さんはそう唱えると、沙織ちゃんにかけられた結界を利用し、黒い液体を弾き飛ばした。よし来た。呪いは風のようにどこかへと消えてしまった。私は安堵しつつ、沙織ちゃんの肩に手を置いた。はぁ、あ。よし、呪いは持ち主のところに帰っていったよ。満身創痍といった気分だったけれど、
顔は余裕の表情を保てていたと思う。東山さん大丈夫っすか？いややべっすよマジで。ああ、なんとかな。外から見るとどうなってたんだ？え、そりゃあもう無数の腕が生えてきて、東山さんを取り込もうと必死になってましたよ。田中くんは興奮と混乱からか、語彙力のない説明をしていた。よし、そのうち警察員から連絡があるだろう。ともかくみんな無事でよかった。疲れただろうから、一旦休息を取ろう。沙織ちゃんに従い、私たちは片付けを後回しにして休憩をした。一息つき、片付けを始めようとしたところで、無線が入った。相手は、偵察で、に行っている京香ちゃんである。彼女は解説班でありながら、現場にも赴く行動力と、今年でまだ二十歳という若さを武器に、入社からわずか2年もしないうちに一等級に上り詰めた天才だ。上等級は、解説班の三島さん以外は、30も半ばを過ぎたものばかりで、そろそろ後継者が欲しい頃合いである。そのため、彼女のような若き逸材は大事にしたい。目黒さん、湯川さん、田中、みんなで強化のサポートに行ってくれるか？あいつ一人では心配だ。すぐ調子に乗るからな。ぼーっと考えていた私に、沙織ちゃんから指示が入る。沙織ちゃんは、強化ちゃんが入所してからよく組んでいるということもあり、自信家な一面を心配しているのだろう。片付け手伝わなくて大丈夫？いや、我々で十分だ。それよりも向こうの方へ急いでくれ。私たちは沙織ちゃんの指示に従い、車を出して、に向かった。路地を走行していると、車を止めるのにちょうどいい場所を発見し駐車した。車を降り、京香ちゃんを探そうと無線に手を伸ばす。とその時、正面の家の生垣が動いた。静かにしてください。植え込みそっくりの姿をしていたのは、他でもない京香ちゃんであった。車を止めるならここかと思って待ってました。大老者の家は向こうの通りで、石沢という名字の家です。京香、あなたは見つかってないの？まだ感づかれてないです。ですが湯川さんたちは車でここまで来ているので、おそらく気づかれてます。一度三人でどうするか話し合い、大老者宅を訪問することにした。危険性は承知の上だが、呪いがどうなったか確認しなくてはいけない。わかりました。それじゃあ私が案内します。ただ、私の存在は知らないことにしてください。どういうことだ、石川。はぁ、自分で考えろ。田中くんがきつく当たられたところで、京香ちゃんが移動を始める。しかし彼女は、四角を縫うように移動しており、どこにいるのかさっぱりわからない。要所要所で顔を出して合図を出すため、それを確認しながら追っていく。しかも、一瞬目をそらした隙に道路を渡っていた。この子は忍者か何かなのだろうか。あれ、本当に解析犯なんすか？京香は起点と発想が常人と違うのよ。私と12も違うのに同じ等級なんて、恐れ入るわ。彼女の動きをよく見ると、植物の格好と、コンクリート色の服を使い分けていることに気がついた。その徹底した行動に感心する。偵察に行く前に、この辺りをストリートビューで確認して服の柄選びしてたわね。なるほど、便利な時代になったねー。我ながら年寄り臭いセリフだったと思う。田中くんがそのことをからかってきたので、手のひらで背中を叩いてやった。しばらく歩くと、京香ちゃんが私たちに、この家だと合図を出した。気を引き締めその家の前まで向かうと、表札には石沢と書いてある。インターホンを鳴らすと、出てきたのは一人の老人で、うすら笑いを浮かべていた。我らが玉手具様の祝福が戻ってきたが、我らには害をなさない。お前たちは玉手具様の怒りに触れた。長くはないだろう。何のことでしょうか。ふん、とぼけても無駄だ。問答をしていると、老人のすぐ後ろから四五十代の女性がやってくる。英二郎さん。ああ、今行く。彼はそう言うと、いやらしい笑みを浮かべ扉を閉めてしまった。どうやら呪いの根源というのは、玉手具様という存在による仕業らしい。もっと話を聞こうとインターホンを押すが、それ以上の応答はなかった。石沢英二郎さん、ねえ。京香ちゃん、沙織ちゃんに報告お願い。報告を京香ちゃんに任せ、もっと情報が必要だと、他の家にも訪れることにした。
しかしどこもまともに取り合ってはくれず、途方に暮れることになる。ひとまず車に戻り、三人で会議を行った。どうする？もう一度あの家に戻って話を聞いてみる？賛成。それ以外どうしようもないわ。そんなやりとりをしていると、一人の若い女性が近づいてきた。不思議に思い見ていると、私たちに声をかけてくる。あの、ちょっといいでしょうか。お嬢さん、どうかした？湯川さんが優しく声をかけると、おどおどしながらも彼女は話し始めた。私、石沢晴美と言います。石沢、もしかしてあの家の人間なの？私の問いに彼女は黙ってうなずく。なぜ石沢家の人間が、私たちに声をかけてきたのだろう。しばらく黙って待っていると、彼女は声を震わせながら話し始めた。私、玉手具様の、付き人の後継者として選ばれているんです。でも、あんな怪物の管理なんて、したくなくって。待って、玉手具様っていうのは一体何なの？魂に区物って書いて、玉手具様と言います。うちの先祖が作り出して、それを代々我が家で管理してきたたたり神なんです。あの呪いの正体は、たたり神によるものであることが判明した。あれほど強力な呪詛を扱えるのも、十分に納得できる。玉手具様がどんなものか、もっと詳しく聞かせてくれない？そう問いかけると、彼女は決心したようにうなずいた。あの怪物は、皮膚をそがれ、目や耳などを奪われた人間が元になっています。ちなみにその人は、訪れた店を繁盛させる、福をもたらす男として有名だったらしいです。その人間の死体に、殺した人間の腕を大量に投入し、それをまとめてミイラにした、と記述されています。たたり神になった理由はこれではっきりした。しかしその力をどうやって抑えているのか、もしくはそらしているのかが気になり、質問してみた。ああ、それはですね。玉手具様は一定周期でたたりを起こすのですが、そのたたりの対象を別の人間にすり替えるんです。そうしてたたりを回避すれば、服の神として機能しますからね。ですが玉手具様の目的は、自分にひどい仕打ちをした私たち石沢家をたたり殺すことです。ですから玉手具様は、幾度となく石沢家を滅ぼそうと、たたりを定期的に起こすわけです。ひどい話ね。ところで周りの家の人たちとは、一体どういう関係なの？それとさっき言ってた付き人の後継者って何？付き人っていうのは、玉手具様の管理者のことです。今の付き人はおじいちゃんで、私に強い霊能力があるのを知って、後継者に選んだんです。呪う相手を決めるのも、付き人の仕事なんです。それとこの辺の人は、当時福男を殺した時に、黙認するよう買収された人たちだそうです。ですが時代が進むにつれて、この土地から離れると、我が家からたたりの逃げ口として利用されるので、逃げられなくなり、仕方なく住んでいる人がほとんどだと思います。玉手具様の恩恵を授かるために残ってる人もいます。彼女が話してくれたおかげで、玉手具様とその周辺事情が理解できた。ねえ、もしかして玉手具様を何とかできるとしたら、他の家の人間も協力してくれるんじゃない？私たちだけじゃ厳しいかもしれないけど、晴美ちゃんの協力があれば、動かせるかもしれない。その可能性はあります。石沢家以外の人は、この風習をあまりよく思ってない人もいます。協力してくれそうな人の心当たりがいるので、今から行きましょう。意気揚々としている晴美ちゃんだが、正直私たちで手に負えるかわからない。私と湯川さん、恵美ちゃんは払いや家系で、いびつな髪と対峙するには荷が重い。田中くんは神社の家系だけど、まだ若くて、実力はまだまだこれから。千代ちゃんは正直頼りにはならないし、そうなると沙織ちゃん頼みになってしまう。ここは一旦引いて、本部で一度会議を開き。ま、考えてても仕方ないよ。とにかくやってみましょう。脳内を見透かすように、湯川さんはそう言って笑いかける。そっすね。自分もやれるだけやるっすよ。最悪あの東山さんがついてるんすから、大丈夫っすよ。はぁ？それもそうよね。わかった、行きましょう。晴美ちゃんの後に続き、私たち三人は路地を歩き出した。しばらく歩くと、晴美ちゃんは家の裏側に入っていく。そして裏庭から誰かに声をかけると、一人の男性が顔を出した。はるちゃん、どうした？この人たちは？おじさん、この人たちなら玉手具様を何とかできます。あの怪物を倒すなら今しかないです。
まさかお前。そうか。待ってろ。男性は奥に行き、誰かと話をしていた。しばらく待っていると、先ほどの男性と、もう一人女性が現れた。俺から協力会のみんなに連絡しておくから、春ちゃんの家に行ってくれ。大丈夫、Kさんも連れて行くからな。それとそこのあんたら、何者か知らないが、協力してくれるんならこちらの指示に従え。俺らはかなり昔から計画してたんだ。私たちは超常現象を調査する組織です。力になれると思います。あなた方の方が、玉手具様については詳しいでしょうから、緊急性がない場合はあなた方に従って行動しましょう。そうか、じゃあ俺たちはもう行くぞ。おじさん、おばさん、気をつけてね。はるちゃんも気をつけるんだよ。それから私たちは石沢家の自宅近くまで戻ってきた。あの男性が話していた、Kさんについて気になり、はるみちゃんに尋ねてみたところ、この近くで神社の神主をしている人だそうだ。前々からその神主さんと話し合い、玉手具様の封印を画策していたらしい。神主さん曰く、封印なら可能だと思う、とのことでした。神社の神様にお願いして、力を封じてもらう予定で、その機会を伺っていたタイミングだったんです。なるほど、そんな時に私たちが来た、というわけね。そうです。皆さんの力があれば大丈夫なはずです。希望に満ち溢れた顔をする彼女を見ると、何とも言えない気分になってくる。間近で見ているものの、被害者になったことがないため、あの化け物の恐ろしさに気がつけないのかもしれない。それから、みんなが集まる前に、京香ちゃんが何をしているのか連絡を入れることに。京香ちゃん、今どこにいる？車に戻ってます。今から石沢家に乗り込むの。もうすぐ協力者も来るはずよ。了解です。着替えが済んだら私も合流します。通信終了。しばらく待機していたところ、20名ほどの人間がこちらにやってきて、石沢家の前で私たちと合流した。それから一人が家のドアを叩くと、先ほどの老人が現れた。おやおや、みんな集まってどうしたのだ。英二郎さん、私のことはわかりますよね。一人の男性が老人の前に立つと、老人の顔が引きつった。圭一くん、一体君がうちに何の用かね？とぼけないでください。お宅で祀っている化け物の話ですよ。老人は扉を閉めようとするが、圭一さんはそれを許さなかった。渋い顔をしていた老人だったが、こちらに顔を向けたとき、表情が豹変した。はるみ、お前はそこで何をしているのだ？おじいちゃん、私あんな化け物と関わりたくなんてない。なんてことを。恥知らずめ、今すぐ戻ってこい。怒り狂う老人だったが、不意に静かになる。にたりと笑うと、素早く家の奥に走っていき、それを圭一さんが追いかけた。私たちも家に入ろうと前に出た瞬間。鈍く低い声が響き渡り、ひるんで動けなくなる。そして家の中から圭一さんが走って出てきた。みんな、逃げ。話を得る前に、家の奥から伸びてきた腕に顔をつかまれ、圭一さんは硬直した。まずいと思った時にはもう遅く、いくつもの腕が洪水のように現れ、その場にいた全員の頭に掴みかかった。あまりに強力な力に私は何もできず、次第に意識は遠のいていった。目黒さん。まぶたを開くと、エリちゃんが心配そうに見つめている。あれ？私、何してたっけ？ひどい頭痛にふらつきながらも、なんとか立ち上がる。徐々に記憶が蘇り、私がなぜ倒れていたかを思い出すと、心拍数が跳ね上がった。玉手具様はどうなったの？ですね、いろいろあって。どこから説明したものか。それじゃあ今何が起きてるかだけ教えて。わかりました。簡単にまとめると、水神が封じていた化け物が玉手具様と対峙した結果、玉手具様が食われたらしいです。今沙織ちゃんとお千代さんが化け物を追っています。正直意味がわからなかった。あの強力なたたり神が食われた、水神が封じていたのは玉手具様の呪いではなかったのか？今考えても仕方がないので、ひとまず沙織ちゃんが帰ってくるのを待つことにした。エリちゃんと二人で、倒れていた人たちを石沢宅に運んでいると、千代ちゃんが戻ってくる。
それに続き、沙織ちゃんも戻ってきた。よかった、無事みたいだね。あ、お千代さん、この人たち運ぶの手伝ってくれますか？ひえー、人遣いが荒いのだ。千代、手伝ってやれ。お前の力ならすぐ終わるだろう？と、当然、私のプルターガイとは天下一品だ。それから沙織ちゃんは縁側に座ると、大きく息を吐く。そして懐からゴフに包まれた謎の物体を取り出した。サオリン、それ何？玉手草だ。どうしてこんなことに？っていうか危なくないの？よくわからんのだ。そもそもこいつを殺したのは、得意体の化け物だったからな。なんとなく展開が繋がってくる。水神が封じていたもの、というのが、その得意体の化け物だったのだろう。そして正体不明のそれ、が玉手具様をこんな風にしたのだ。しかし得意体が関わってくるとは思いもよらなかった。どうなったの？よりによって得意体だったんでしょ？対話を試みてみたが、結局失敗に終わった。その化け物もどこかに消えてしまって、探しようがなかったから戻ってきた。と、得意体に対話、ねえ。なんていうか、サオリンらしいかな。あんまり無謀なことはしちゃダメよ。彼女は最優秀職員だ。それは間違いないけれど、彼女と話しているとひどく不安になる。それにあれ以来、彼女はめっきり笑わなくなってしまった。ああ？本部から呼び出しだ。エリート。エリさん、現場任せていいか？オーケー、任せて。私は目黒さんたちと帰るから、お千代さんと先に帰って大丈夫だよ。悪いね、エミちゃん。田中くんも湯川さんも起きないし、どうしようか。沙織ちゃんと千代ちゃんが離脱し、私はまず晴美ちゃんを起こそうと頑張ってみた。すると、彼女は私と同じように、状況を飲み込めずにいる。ざっくりと起きたことを話すと、ますます混乱しているようだった。それじゃあ、玉手具様は死んだんですか？そうみたい。そういえば沙織ちゃんが玉手具様の残骸、みたいなの持ってたけど、持って帰っちゃったかしら。よくわからないですけど、解決したんですね。よかった。本当にありがとうございます。今回の事件はいろいろな要因が重なっただけで、私たちが直接的な解決をしたわけではない。それを伝えたが、彼女は正座になり頭を下げてきた。どのような形であろうと、私たちを縛り付けていた呪縛から、解放してくださったのには間違いありません。一族を代表して、お礼を言わせてください。ちょっと、いいのよそんなことしなくって。それから晴美ちゃんは、その玉手具様の残骸を見てみたいというので、許可が下りれば彼女を研究所に招待してもいいだろう。それと、聞きたいことがあるんですけど。あ、まだお名前も聞いてなかったですね。私は目黒陽子、どんなことが聞きたいの？目黒さんたちが勤めているところって、どんな会社なんですか？そうねえ、うちは糸見研究所って言って、超常現象を研究、解決するところなの。すごいわよ、職員全員が霊能者なの。私も初めは驚いたわ。相槌を打ち聞いていた晴美ちゃんだが、そのうち彼女の事情を話してくれた。実は私、玉手具様の付き人後継者として勉強することになってて、高校の時に、就活も大学受験もしてないんです。その玉手具様も今はもういないので、先が思いやられますね。それは気の毒。もしあれだったらうちの研究所に来ない？霊感があって、お化けに立ち向かう勇気があれば大歓迎よ。いいんですか？あ、でも？そうだ、騒動が収まったら連絡くれませんか？うちの人とも話し合って、ゆっくり考えます。私たちは連絡先を交換し、考えが固まったら連絡をしてくるよう話した。それから気を失っている人たちを起こして回り、全員に玉手具様が消えたことを伝えた。混乱しながらも、自分たちが解放されたことを理解し喜んでいるようだった。そういえば、どうしてあの場所一帯に田んぼを作っていたの？そう私が問うと、あの時のおじさんが答えてくれた。玉手具様の恩恵をまとめて受けるために、あの一帯をまとめて買って、分配したらしい。しかし最近は名義だけで、農業をしてる一家数組が、まとめて田植えから収穫までしてたんだ。栄次郎さんが土地の売却を許さなかったから困ってたんだよ。神聖な土地だ、売ったら呪うってな。玉手具様についても聞いてみたが、
どうやら石川家以外は具体的な話を知らないらしく、その存在と脅威のみが伝えられていたそうだ。そんな話をしていると、外からトラックのようなエンジン音が近づいてきて、この家の前で停車する。すまないな。くだらない用件だったから戻ってきた。千代さん上。沙織ちゃんと千代ちゃんの二人が戻ってきた。それから沙織ちゃんは、まだ伸びている京香ちゃんの方を、両手で思い切り引っ叩く。そして悲鳴を上げながら起き上がる京香ちゃんをよそに、玉手具様の祭壇の前に行ってしまった。あの、人が浮いてるんですけど。はるみちゃんが千代ちゃんを指差し怯えている。ここにいる彼女の関係者たちには、その姿が見えるものは少なかった。また、神社の神主である圭一さんも、その姿が見えるようだった。彼女はうちの職員だから気にしないで。幽霊の職員までいるんですか？玉手具様よりもヤバい悪霊をつけてる人もいるから、こんなのでビビってたらダメだよ。まああれは、玉手具様とは違うヤバさだけどね。そう言うと彼女も圭一さんも顔が引きつっていた。ふと沙織ちゃんの方に目を向けると、玉手具様の残骸を石の上に置き、手を合わせて泣いていた。声をかけようと思ったが、なんとなくそんな雰囲気ではなく、その場にいた全員が、その空気を察し押し黙る。よし、それではまず、この家にいた老人なんだがな。玉手具様に飲み込まれ、その後姿を見せていないため、死亡したと思われる。彼が誰だか知っている者はいるか？ああ、その人は多分、石沢栄次郎さん。この家で玉手具様の管理をしていた人だよ。彼女は納得した様子でうなずくと、みんなの前で黒い塊を見せた。これは玉手具様の残骸だ。これは我々で回収するが、異論がある者はいるか？ここで異を唱える者はいなかった。そんなものを置いておきたくはないのだろう。それから警察を呼び、栄次郎が発狂して失踪したことにしてほしいと、全員に話すと、理由を尋ねられる。玉手具様に飲まれて死んだと言われても、警察の方が困るだろう。実際死体も見つからない可能性が高く、死を立証もできないからな。さて、それじゃあ必要な人間だけ残って、あとは解散としよう。説明に納得したかはわからないが、帰る者と残る者に分かれ、警察到着まで待機した。それから警官がやってきて、いろいろ話を聞いていた。しかし本部から連絡が行っているはずなのに、かなり疑われることになる。なるほどねー、糸見研究所。知らないねー。まあいいや、あんたら、糸なんとかの人と、関係ありそうな人は任意同行ね。まあ、応じなければ不利になるのはあんたらだよ。警官、名前は何と言う？はあ、言うわけねえだろ。沙織ちゃんは動じることなく、どこかに連絡を入れる。おそらくは、あそこだろう。あんたなんなの？感じ悪い。なんだガキ。公務執行妨害で逮捕するぞ。京香ちゃんが切れて噛みついていたが、警官は全く動じることもない。正直何かすると、ますます面倒なことになるため、湯川さんと私で京香ちゃんをなだめていた。それからしばらくすると、その警官に電話が入り、それから問答をしていたが、不機嫌そうに電話を切る。任意同行は取り消さねえぞ。俺は一旦戻るから、お前らこいつら逃げねえか見張っとけよ。そうしてその警官は帰っていった。タイミングを見計らい、他の警官も帰っていく。どうやら話が通じないのは彼だけだったようだ。沙織ちゃんはため息をつくと、帰ると言って車に戻っていった。それに千代ちゃんとエミちゃんも続き、京香ちゃんもいつの間にかいなくなっている。私たちも帰ろっか。そうね、あとは帰るだけだし。あ、目黒さん、帰りに、のショップ寄っていかない？それいいアイディア、早速行きましょう。もう、運転するの俺なんすけど。ふと立ち止まって振り返ると、はるみちゃんが立っている。今日はありがとうございました。こっちこそ、協力してくれてありがとう。じゃ、またね。彼女は笑って私たちを見送ってくれた。主な報告は沙織ちゃんが書いてくれるだろうけど、玉手具様の記録だけは私が書くことになると思う。そして一人、新人候補も見つかった。彼女から連絡があれば、すぐにでも推薦を書こうと思う。